い加しました皆様、高市早苗候補、そして小林隆之候補、林義正候補、小泉慎二郎候補、上川陽子候補、加藤勝信候補、河野太郎候補、石破茂候補、茂木敏充候補でいらっしゃいます。本日はご出席ありがとうございます。あ、ここから決意表明に移らせていただきたいと思います。えまずはじめに、高市早苗候補、ぜひお願いいたします。はい。 <laughs> えー、皆様、こんにちは、えー。青年局、女性局の皆様に心より感謝を申し上げます。また、えー、お地元、石川県の皆様にも大変お世話になりました。まあ、冒頭に、えー、元日の能登半島地震、まあ、その後も相次いだ自然災害などで大切な方を亡くされた方、また被災された方に心よりお見舞いを申し上げます。さて、まあ、私は、 国の究極の使命は国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くことだと考えております。でこの究極の使命を果たすために、な、ま、ん、あ、としても今やっておかなければならないのが総合的な国力を強くすることです。それは外交力であり、防衛力であり、経済力であり、そして技術力であり、 情報力でありまあ、これに加えて私は人材力を重視いたしておりますで、この総合的な国力を強くしていくと、まあ、いうことのために何よりも重要なのは経済成長ですまあ、私はあくまでもどこまでも経済成長を追い求めさせていただきますまあ、本当にえこれからまあ大変な時代がやってまいりますまあ、特に食料安全保障 そしてエネルギー、資源安全保障、国土の強じ化、これはしっかりやらなきゃいけない、そしてまた医療、健康、安全保障、こういったものにも取り組むと、同時にサイバーセキュリティ対策を強化しなければなりません。なお、私の公約の中に、令和の象徴再編というものを入れさせていただきました。それは復興庁設置法の改正でございます。 まあ、つまり、現在は復興庁は東日本大震災被災地のためにえ、復興のために頑張ってくださってますが、たくさんの復興のノウハウがございます、まあ、さらに復興庁のこの機能を強化して、これ、内閣直轄の機関ですからね、しっかりと強化をして、まあ、全国各地の被災地の復興にも取り組めるようにしてまいりたいと思います。 まあ初めて投票される18歳の若い方々は22世紀まで生きる方です今日生まれた赤ちゃんもそうです、まあ、そういう意味ではですね、あのー、私は彼らに日本の未来を 信じてほしいと思ってますえー、そして希望を抱いてほしいと思ってますまあ私の政策はその一点をえ出発点としまた帰着点としてまいりますまあしっかりと頑張ってまいりますので皆様よろしくお願い申し上げますありがとうございましたありがとうございました質疑応答に今から移らせていただきます以降の進行は高橋女性局長そして鈴木青年局長にお願いいたしますはい 1> 第一問を全国の青年局を代表し青年局中央常任委員会議長の細田義則埼玉県議会議員からお願いします全国青年組織の思いが込められた青年局声明を皆様に施行させていただきました今回の声明文の項目は十九項目ございますがその中で最も関心が高い事故もしくは共鳴いただいた事項はたまた え全く意見が異なるという、えー、もしご意見がございましたら、えー、具体的にお,、えー、お伺いできたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。質問は青年局声明の中で皆さんが特に言及したい内容についてということでありました。かつ具体的にというお言葉もあったところであります。高市早苗候補、よろしくお願いいたします。はい。 まあ私は、二ページ目の五つ目、食料安全保障について申し上げます。この石川県、まあ、精神的ですね。食品加工業が非常に発展している農業法人。また、植物工場の進出も相次いでおります。ま,あ、まさに、食料自給率を百パーセントを目指していく。まあ、それぐらいの気概を持って、私たちは取り組まなければ、私たちの命に関わる事態。まあ、つまり、シーレンが使えなくなったら、九十九点。五パーセント。海上輸送に貿易を頼ってますから、大変なことになるわけです。 ですべての電畑をフル活用できる、まあ、環境整備そして素晴らしい日本の食材の海外展開で体力をつけるそしてまた最新鋭の植物工場、まあ、日本初のですね日本企業が世界初の完全閉鎖型のモジュール型の、えー、植物工場を作りました、まあ、そういう意味では私たちの技術も生かしてしっかりと食料を確保してまいりますよろしくお願いいたしますありがとうございますはいありがとうございました ありがとうございました。第二問に入ります。全国の女性局を代表し、岡山県連女性局長の木内京子、岡山県、えー、議会議員から質問をよろしくお願いをいたします。はい、えー。今後10年間で。 当所属女性国会議員の割合を30%に引き上げることを掲げていますが現在の女性国会議員比率は約12%と厳しい状況です女性局でも女性未来塾特別講座女性候補者育成コースなどを通じて女性の政治参画に尽力していますがこの高い目標を達成するためにどのような取り組みが必要か具体的にお答えくださいはい <laughs> 質問は女性の 政治参画についてでありました高市早苗候補よろしくお願いをいたします、はいまあ、私自身も最初の選挙というか苦労しました本当にセクシャルな内容を書いたもう根も葉もない怪文書で女に何ができるんや誤解ってボロッカス言われてきた、えー、口でございます それで、小選挙区に関しましては、これはもう男女平等、男女公平にですね、適切な方を選んでいただく、これは公職選挙法が男性であれ、女性であれ、平等だからです。しかし、比例区については、自民党はもっともっと女性をしっかりと増やす努力をしなければならないと思っております。ちなみに総務大臣の時にあに、特に女性候補、地方議員の方からのお声を受けまして、ストーカー対策として、届け出をした場合に、住所が公開されますよ。 あれ、番地とかは公開をされないように改善をいたしました、まあ、とにかく世の中の、えー、意識改革というのがものすごく重要だと思いますそしてその女性の、まあ、例えば出産ですとか女性にしかできないこと、まあ、こういう時期う、えー、すいませんいい、まあ、こういう時期の対応を進めてまいりたいと思いまますあり,がとうありがとうございいしたた次にに一般質問に移らせていただきます。 一般質問の募集にあたり青年局女性局の皆様方から数多くの応募をいただきましたありがとうございました両局で協議をし事前に選定をした質問は青年局女性局学生部からそれぞれ1問ずつとなりますえ私からは地方創生にについいいいいてお伺いしたいとういうふうに思います今都市部に人物お金が集中し地方が疲弊をしております あるデータを見ますと20代の人口の点数超過が認められている県が43道府県あるというふうに言われておりまして地方から都市部に人口が流出しておりますそうした若者の人口流出に対してどういった認識をお持ちかそしてどういった具体策をお持ちかお聞かせくださいはい質問は若年層特に若者の人口流出問題と地方創生ということでありました高市早苗候補よろしくお願いします。はい あの地方ですけれども、まあ、私が見る限りですねあの大学進学とあと就,就職の時に、えー、ふるさと離れちゃう方が圧倒的に多いと、えー、思います。で今私があの大臣の仕事としてやっているのは地方の特色ある大学を まいいいいかかかに増やしててくく力をつけていくかととうことですあと一つ残念に思っているのは地方の大学や大学院で生まれたすっごい技術があるのに地方の産業界がそれを共有してないと、まあ、いうことで、まあ、是非とも地方の,あの高等、えー、教育機関と地方の産業界、まあ、ここがしっかりと手を組んで。 働く場所を生み出していく。これはもう何より大事だと思います。まあ、安全に生活ができて、必要な医療や福祉を受けることができて。で、質の高い教育を受けることができて、働く場所がある。まあ、そういう地方を作っていくのが、私の目標です。で、それはデジタル化を活用しても、かなり進んでいくと思いますので、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて、女性局の質問です。 高知県連女性局長の長野美香南国市議会議員からお願いをいたします総裁選挙についてお聞きします決選投票となった場合各県一票となります四十七票は少ないとの声を多く耳にします地方の声を拾い上げ大事にするべきでもあるにもかかわらず反映できていないのではないかと思います 候補者はどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。はい。質問は総裁選決選投票における党員票のあり方についてでありました。小泉進次郎候補、はい。ありがとうございます。あの本来であれば地方議員票そして党員票また、えー、国会議員票同じ扱いの重みを持つというのが望ましい形だと思います。あの今仕組み上仮に総裁が任期途中に退任をした場合は 国会議員だけのの両院議員総総会でで裁を選ぶとということになってるんですねそれも加藤勝信さんがおっしゃったように自民党のせめて河野さんが言ったように国政選挙でのデジタル化をやれればそれはそれでいいですけどもまず自民党の総裁選はデジタル化を進めて時間がないから国会議員だけで選ばなきゃいけないっていうところではなくデジタル化で対応できるような形に変えていって。 同じ重みを持つ、そういった形にしていくのが望ましいのではないかなと思っています。高市社内候補よろしくお願いします。はい、あの全党員を対象にですね、え決選投票をデジタルでやるということになりますと、これは反対です。まあつまりデジタルに不慣れな。 党員の方もいらっしゃるということ。それから日本国の総理を決めるかもしれない選挙ですから、これは懸念国からのサイバーアタック要は結果の変更まあ、こういった懸念がございます。まあ、将来のまあ検討課題だと思っております。で、ただ、決戦投票で地表代表地方代表で投票してくださる方の数を増やす、えー、これは私は賛成でございます。以上でございます。ありがとうございます。 それでは、一般質問の最後、学生部からの質問です。京都府連学生部長の加藤太一さん、元気よくお願いします。はい、はい、私たちにとって、えっと、切実な問題である奨学金についてお聞きします。えっと、友人と話していると、えっと、四十歳まで返済が続く中で、本当に結婚や子育てができるのか。という不安な声がよく上がります。えっと、教育は国づくりの根幹だと思います。そこで。 奨学金もなども含めた教育への投資についてご質問させていただきますはいありがとうございました質問は奨学金そしてまた教育についてということでありましたありがとうございます続きまして高市さない候補をお願いいたします、はい、あの本当にえっ、ー、とお仕事を始めてからもですねその所得が変動する場合がありますからあの自分は返せると思っていても返せなくなった場合 事情が変わった場合にまあ、返済しなくていい奨学金に切り替えられる。まあ、こういうシステムが一案だと思っております。あの返せる方にはしっかり返していただくというのは基本でございます。また、あの今、小林候補もおっしゃいました。けれども、民間企業による支援。まあ、これも非常に重要だと思っております。で、まあ、私はやっぱり質の高い教育。 をする、まあ、これ、特に製造業から言われているのは、ですねもうちょっと大学などでも最新の設備を使った教育をしといてくれないと、いい人材が来ないと、まあ、それで今年はなんとか、えー、運営費交付金ですとか、あの技術開発に使える、まあ、予算を増やしたところで、えー、ごあ来年に向けてですね増やすべく、まあ、骨太の方針の段階でかなり積極的な発言をいたしまました頑張っていいります、はい、ありすはあがとうございました。 次に候補者間指名、えー、質問に、えー、移らせていただきます今がシャッターチャンスです初めての光景でございます今ここ皆さんシャッターチャンスですよきれいにはい皆さん前を向いて小林孝之先生もったいないですよ前向いた方がいいですよはい それでは皆さん一歩前に進んでいただけますでしょうかまだ棒うくじには手をかけないでくださいよろしいですかそれでは棒うくじに手をかけてくださいはい皆さんで棒うくじに一斉に選んでください選んでくださいまだ抜いちゃだめです選ぶ手をかけるだけです自分の棒を選んでくださいよろしいですか棒一本選んでください いいですかはい一斉に引いてください順番の確認をさせていただきます順番にお呼びしますので大きくわかるように挙手をしてくださいそれでは1番を引かれた方河野太郎候補です2番を引かれた方上川陽子候補です3番を引かれた方石破茂候補です4番を引かれた方林芳正候補です5番を引か 茂木利光候補です6番を引かれた方高市早苗候補です7番を引かれた方はい小林昭恵候補です8番の方ごめんなさい加藤,か加藤勝信候補です9番の方はい小泉進次郎先生となりましたそれでは皆さん防腐じは机の上に置いていってくださいそして質問順に沿って座り直していただきます事務局は誘導してくださいで高市早苗候補はどなたに質問されますか もう残り少ないですが、えー、加藤勝信官房、えー、長官をやっておられたので私が今訴えている令和の省庁再編、えー、の実現可能性、えー、について、まあ、例えばあの対日外国投資委員会、まあ、これ今財務省とあの各所管省庁が、えー、一緒に審査をしているとだけどいろんな省庁にまたがる製品サービスも出てきました。 まあこういったものを新たに、えー、設置する、まあ、こういったことっていうのが、あのー、可能なのか、まあ、できたら、あのー、直轄で内閣直轄で設置したいなと思ってます、内閣情報局も同じでございます、どうでしょうか。はいありがとうございます。あの私自身あの、役所の形っていうのはこれは固定されたものではない、まあ、本来で言えば政権が何をやりたいのか、それに応じてですね、弾力的に組み合わせていいと思います。ですからそういういい形に少し法制度も変えていく必要がある 実際それぞれ皆さんの会社だって社長が変われば構造を変えていくじゃないですか。やっぱり政府もそうあっていいんだろうと思います。で、その時に大事なことは何を目的とするんだ、それを共有化して、だからこういう構成をしていく、そこは明確にする必要があって、時々あの厚労省分割っていうのは、なんか昔そうだったから、私はちょっとどうなのかな。だから今回子ども家庭庁作ったのも やっぱ子供ど真ん中で進めるためには関係省庁が集まるべきだということで子ども家庭庁それからデジタル庁もあこちら、あデジタル庁も <laughs> 一緒でありますけれどもぜひそういったですね前向きな対応してまいりますありがとうございます、はい、この時点でまだ回答者として残っているのは高市候補林候補茂木候補となります、えー、小林隆之候補はこのお三方の中からどなたが選ばれますかあ、えー、とじゃあ高市候補に はい、マイクを使っていただいて高市候補に質問させていただきますスタートアップの支援策についてなんですけれどもあの私はあのこの日本版コツというのを出していましてこれは「 アメリカの NASA がスペース X を育成したシステムですつまり国家プロジェクトを掲げてやれる企業はやってくださいできた企業に真っ先にできた企業から政府調達をしますというもので私はこういうことをやるべきだと思っているんですねで例えば通信の衛星コンセレーションとか日本自身の独自のプラットフォームを作るという国家プロジェクトを掲げてそれでできる企業はスタートアップを含めてやってくださいとそういうことで挑戦マインドをこう加速していくべきだと思うんですがスタートアップ支援策について高市大臣の 見解を教えていただければと思います。はい、あの大いに賛成ですね。はい、あの例えば去年。 えー、初めて、えー、日本初の核融合戦略を策定しました。これを英語で発信したとたんですね。まあそれまで本当に数億円、えー、しか調達をなかったあの非常にあの優秀な技術を持った企業に対してですね、え百、ー、億円規模の投資が集まりました。まあやはり国がきちっと戦略を打ち出すということ、そして、えー、なかなかお金集めにくいな、それでも集めにくいなってところはまあ少し呼び、えー、水としてですね、国が投資をする。まあこういう形が一番望ましい。 だろうと思います。まああくまでもいい技術には民間からしっかりとお金が集まってきますので呼び、えー、水は必要だと考えております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いて高市さない存在候補はどなたに質問されますか。はい。じゃあすいません。あの総理のそばにいらっしゃる林長官に。ありがとうございます。はい、あのまあ今はプライマリーバランスの話も出ております。うん、で、あの。 まあ経済成長を私は訴えてますで経済成長は常に目指すものでやっぱり経済政策の究極の目的っていうのは国民の皆様の豊かさで財政赤字の縮減によって、まあ、国民の皆様の豊かさっていうのは増えない。 で発行済みのまあ国債の金利があの将来ですね。もし金利上昇局面が訪れても発行済みの場合一斉に上昇,上昇するわけでもなく。まあ、その時には税収も同時に増えるわけですよね。で、まあ、このあの国債発行とか、あのプライマリーバランスについてのお考えをお聞かせください。はい、早めのご指名ありがとうございました。<laughs> あの、私は経済あっての財政だって言っております。それで、来年、もう長年取り組んできたプライマリーバランスの黒字。 ようやく達成見込みです。で、この後の目標もすでに実は閣議決定してます。えー、債務の債務残高の対 GDP 比を安定的に引き下げる。要は会社の売上がバン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 増えていけばですね、えー、その売上の何分の1っていう割合の中にとどまっていれば、まあいいだろうと、まあいいだろうですから、100点満点ではないと思いますが、その範囲の中で高市候補おっしゃったように、どんどんワイズスペンディングをやって、 景気を良くしてそして税収を増やしていくとこれで徐々に徐々に減らしていく、まあ、要は民間企業があの銀行に対して説明のつくようなこういう関係を国債の市場に対してやちゃんとやって信任を確保していくということだと思いますありがとうございますそれでは高市候補にお願いいたします今あの日本製鉄が u s ルを買収するということに対してアメリカの大統領候補、えー、と、まあ、反対の意見を出しております まあ確かにアメリカ大統領選になりますとどうしても内向きのアピールをする、まあ、こういう傾向があるわけでありまして私はこの US 中の買収も含めてですね、日米相互間の投資の拡大というのは両国のメリットになるえこんなふうに考えてるんですが高市候補が総理になったらこの問題にどう対応されますか。はい あのもうこれはすでに民主党共和党の関係者とも私は意見交換をしておりますけれどもあこれは経済安全保障担当大臣としてですがあのやはりこれ鉄鋼を強くしていくしかも同盟国同士ですからねこれはウィンウィンの関係になると、まあ、いうことを強く訴え続けてまいります。もっと怖いのはコンビニ の買収ですあのそれもファンドによる同じ業界ならいいんですけれどもあの私たちスマホ決済なんかしてますよねそうすると口座情報、まあ、そういう決済情報も出てしまうんであの同じ業態じゃない、えー、ファンドなんかによる、まあ、コンビニなどの買収あの、まあ、そ,それでまた懸念国に売り飛ばされるということになると怖いなと思っているのでそういう問題も合わせて、えー、主張してまいりたいし協力をしたいと思っています。はい ありがとうございました、えー、質疑応答は以上になりますまだまだ討論を続けたいところでありますがお時間の関係もございますのでこれで女性局青年局 なお会場の出席者の皆様にお願いを申し上げます、ぜひとも着席のままでお願いをいたします候補者あ、候補者の皆様方が先に出ないといけない関係がありますので、ぜひ着座のまま、ご協力を最後までよろしくお願いを申し上げます。それれでではこれで青年局女性局主催総裁選公開討論会会を閉いいたたししまますありがとうございました 候補者の皆様方におかれましては、長時間にわたり、誠にありがとうございました。ここで詳細講座が退席されます。皆さん、拍手を。 思います。この会場の中いっぱいのこの熱気をもうしばらく我々とともに味わっていただきますようにお願いを申し上げます。全国からご来場いただいた皆様方、また。また